ブローニュジョハクイドイドドロレーヌは、ブローニュジョハク、マチュー・ダルザスとブローニュジョハク、マリーの間の長女。父マチュー・ダルザスは、修道院からブローニュジョハクマリーを略奪し結婚したが、教会は、この結婚を認めず、1170年に結婚は、解消された。しかし、父マチューは結婚解消後もブローニュハクであり続けた。結婚の合法性に問題があったにもかかわらず、 マチューとマリーとの間の二人の娘は着室死とされ、1173年にマチューが死去した後、イドがブローニュ白衣を継承し、オジフランドル白フィリップが後見人となった。オジフランドル白フィリップの勧めにより、1181年にイドはゲルデルン白ハインリヒの長男ゲルハルトと結婚したが、ゲルハルトは同年に死去した。1183年、 セイリン炎孔、ベルトルト4世と結婚したが、3年後に死去した。ベルトルト4世が死去した後、イドは、ギネハク、アルヌール2世と恋仲になり、結婚に向けて話が進められたが、1209年に、ダンマルタンハクルノーに誘拐され、ドレーヌに連れて行かれた。イドは、アルヌール2世に手紙を書き、アルヌールはイドを助けに向かったが、ベルダンで、アルヌールは、 ルノーの仲間に捕まり、ランス大司教、ギオームの助けにより解放された。ルノーと井戸との間には一助がいる。ありがとうございます。